不順移植を命ぜられていた隊員が着用していた、気象として、含む指導順位気象がある。中隊等上級総長制度が設けられる以前は、含む指導不順位気象が事実上付け順位を表す、気象であった、現在の中隊等専任上級総長。右胸には、含む指導順位気象が縫い付けられている。不順位とは、陸上自衛隊の中隊以上の部隊等に、設置されていた役職である。 2008年4月に、千人上級総長制度の検証が、全国単位に移行したため、地方協力本部や千人上級総長が、配置されない、小隊以下の部隊を除き、この役職名、故障は用いられていない。隊内における通称は、千人であった。部隊内における陸層の再千任者として、部隊長を補佐する関係から、中隊等の勤務年数が、 最古株の隊員を基準として指定されていた。指定される隊員は、主に準陸医、陸総長、一等陸総で中隊長より指定され、含む指導順位気象を制服右胸ポケットの上部に装着し、部隊内の含む指導における指揮官の補佐も行っていた。命ぜられている期間中は、中隊等における順位、陸総の職務上における最上級者になり、 階級が一層であっても、職務上の立場は、順位と同列もしくは上級者の扱いであるため、中退付順位が、同一階級で自身よりも先任者や上位階級者に対しても命令ができる。部隊においては、朝礼時において、中退本部から朝の挨拶として、敬礼を受ける場合もあるが、たとえ付順位が一層であっても部下である総長からも、当然敬礼を受ける。 中隊等における各種命令等の伝達責任者であり、中隊等の本部における、千人陸層としての各種権限の行使や、中隊本部の統括を行う。また、隊員の外出、休暇申請における、事実上の承認権者である。中隊令下で遠方の中屯地等に配置された、招待等に設けられた、不順位層等職は、総長内市は一層が当てられていた。 純粋な階級ではなく部隊勤務年数を基準としていたため、指定階級も順位から1層まで幅広く設定され、40代半ばから後半の順位ではなく定年まで数年を切った50代の1層が指定されることも比較的多かった指揮官、若年幹部に対する上層の立場からの各種指導や助言を含む、ただし勤務表や中隊の名簿上では、 本来の序列の位置に記入されており、陸層の最上級者は、職務上のことを示している勤務表の作成、待機者の指定、部隊内の人員管理、その他部隊長から指定された業務を行う、A 内者が直接指導を受ける長である班長、小隊長等の許可を得ていたとしても、不順位が認めなければ、外出は許可されない上、部隊長の許可員は、不順位が管理、夏印していたことによる、 ありがとうございます。